Wi-Fi 情報をコンパクトに楽しくまとめて皆さんに役立つ情報を。ベイの Wi-Fi 情報局。はい、こんにちは、ベイです。昨今ではもはや水道、電気、ガスに次ぐ重要なライフラインとなった Wi-Fi について本日もお話ししていきます。今回は、紙シムは救世主かについてお話しいたします。サクッとこれまでのあらすじ。2020年3月18日に通信障害が発生したドナトキオ Wi-Fi。そのまま長い間続く通信障害と問題ある対応を続けた結果、ついに総務省からの行政指導が入り、8月24日無制限プランの廃止が決定した。その他にも無制限使い放題って言ってる33社を調べてランキングを作成しても、どの会社も壊滅状態の Wi-Fi 業界。今回は神の名が付く自称救世主のSIMのお話です。ということで Wi-Fi ニュースの時間です。本日のラインナップはこちら。1、神シムは救世主か。2、みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん &YouTube まとめ。それでは行ってみましょう。1、神シムは救世主か。以前アップした動画のコメント欄にて、カチンさんから Wi-Fi 情報をいただきました。情報提供ありがとうございます。コメントドン。インフルエンサーすげえ。自分は神シム使用中です。とのこと。神シムって聞いたことだけあるような、調べてみたいと思います。データ通信の救世主神シム、シンプルでかっこいいホームページですね。プランは2種類、 100GB と無制限プランです。まずは 100GB プラン、ドン。月額3980円で大手キャリア同等の高速データ通信が毎月 100GB まで使える。カズマ神シム 100GB データ通信専用プラン、月額3980円、初期事務手数料3000円、初月無料、1年縛りあり、解約金9500円とのこと。今の相場から考えると、縛りありで約4000円は上位には入れそうにはありません。縛りなしで3500円切るのも多数ありますからね。次は無制限プランドン。月額4980円で大手キャリア同等の高速データ通信が無制限に使える。カズマ神シム無制限データ通信専用プラン、月額4980円、初期事務手数料3000円、初月無料、1年縛りあり、解約金残りの月数かける4980円とのこと。解約金が珍しいタイプですね。残りの月数分月額料金を払う必要があるので、もはや解約する必要性がありません。解約できないと考えてもいいですね。かなりの縛りっぷりです。10ヶ月残ってたら49,800円になるわけだよね。そして月額も約5000円となかなかの強気設定。そして2プランのまとめの表もあります。ドン。月々のお支払いもシンプル。こういう表があると分かりやすくていいですね。そんな神シム、 Wi-Fi 界隈に詳しい人なら検討候補には少し入りづらそうですが、こんな文言が。ドン。本商品を一時販売停止としていましたが、通信仕入れ先からの商品供給の見通しが立たないため、新規受付を終了することとなりました。いたしました。商品をお待ちいただきましたお客様のご期待に添えず、誠に申し訳ございません。また、すでにご購入いただいたユーザー様については、継続してご利用いただけます。今後もお客様のお役に立つ商品を開発してまいります。タクミジャパン株式会社とのこと。もう、新規受付はしないで、既存ユーザーのみのサービスになってしまっているんですね。既存ユーザー限定の救世主でしたか。まだ生きている救世主はどこだ。そして、カズナって社名かと思ったら、タクミが社名なのかな。に、みんなの Wi-Fi 状況 Twitter& ごちゃん &YouTube まとめ。Wi-Fi の状況を正しくつかむには、お金もらって宣伝している YouTuber やボットツイートの情報ではなく、何の利害関係もなく情報発信している一般ユーザー。みんなの Wi-Fi 状況をさらっとまとめ。真実だと思われるものや面白いものを選別はしていますが、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいらしいのでお気をつけよう。情報源は Twitter とごちゃんと YouTube コメント欄。せっかくの土曜日なのに、外出するのに雨か。それでは行ってみましょう。まずはツイッタードン。どんな時 Wi-Fi とか言うの、知らんうちに面倒そうなことになってて草。どんな時 Wi-Fi の代替プラン申し込んじゃったけど、電話かけ直しても繋がらないし、放置したらそのままキャンセルになるかな。そういえば、どんな時 Wi-Fi 解約しました。今田美桜が可愛すぎて契約しましたが、この期間幸せでした。何事も中身が大事だと勉強になりました。ありがとう、どんな時 Wi-Fi。ありがとう、今田美桜。そして、グッドラック。現場からは以上です。今田美桜さんって、全然知らないんですよね。幸せな期間があったなら、よかったのかもしれませんね。続いて以前アップした YouTube 動画のコメント欄から抜粋。いつもたくさんの情報ありがとうございます。ドン。下げおぎさんから、
いつも情報ありがとうございます。しばらくはドコモのギガホの60ギガでベイさんの Wi-Fi 情報を見つつ検討していこうかなと。戦闘力マイナス53万さんから、ガス会社が Wi-Fi 運営とな、障害発生させて炎上したら爆発しますよ。純長野さんから、個人的には最安値じゃなくてもいいから、高品質電波路線でアピールする会社も増えてほしいです。パイオニアの新発売 Wi-Fi ルーターもまあまあ安くてドコモ回線らしいですよね。さすがにパイオニアだと MVNO 回線じゃないと思うのですが。オスカルさんから、一度は書きたかった言葉、最後まで見たよ。サゲオギさんから、噛みすぎだけどベイさんの情報は噛みすぎなんてね。いろんな会社が無限に出てきますからね、来ますね。ドンファイ解約しようとしたら自動解約って書いてあったので手続き不要みたいですね。信じていいものやら。 MM さんから、久々の回線チェックしたら楽天エリア来てた。ミミさんから、 YMAX 括弧回線の名称としては YMAX2 プラスですけど、は多数のプロバイダーが取り扱っていますが、回線はすべて UQ コミュニケーションズのネットワークです。UQ と契約しているプロバイダーが取り扱っているという体系となります。直近3日間で 10GB 超過した場合は翌18時から深夜2時まで、速度制限は UQ の制限なので取り扱ってプロバイダーも同じです。現場からは以上です。回線はすべて UQ コミュニケーションズのネットワークなんですね。 UQ ってよく名前聞くなぁとは思っていましたが、全部とは勉強になります。続いて、ごちゃんのどんな時の Wi-Fi スレッドから抜粋、ドン。楽天エリア外だけど 25GB で縛られるよりマシ。エリア拡大も諦めてるけど1年考える余裕があると思えばいいかな。どんな時もから、それが大事に変えたよ。なんか古い歌メドレーみたいな感じだけど、新機種使えて接続台数増えたから助かった。ソフトバンクエアのエリアって電話でしか教えてもらえないの？電話で聞いてくれってのは営業も兼ねてるからもある。ホームページで普通に公開してるのでエリア判別はできる。問い合わせしてくれにはエリアの人数調整もあるので、集中してる地区では契約ができない場合もあるとのこと。エリア内でも激遅となることが結構あるから気をつけろよ。お前ら繰り返すけど、エアだけはやめとけ。富士のやつはダメみたいだな。端末もゴミだし、クラウドなら U3 使えるところがいいね。端末でよしらすとか素人かよ。 U3 も運営がクソならドンファイと同じ状況のところしかない。低速回線 SIM で運用してるから目玉が後継機 U3 推しなんだろ。他のクラウドより優れてる点がないから U3 推しとかねえわ。現場からは以上です。端末の性能がボトルネックになるシーンは経験したことはありませんよね。微弱な差はあるかもしれませんが、個人的には U2S だろうと U3 だろうとどうでもいいのかなとは思います。この情報を聞いて注意&まだ私はマシなのかもってご利用ください。嫌な思いをしているのはあなた一人じゃないから一緒に頑張りましょう。ということで、最近の Wi-Fi ニュースをお届けいたしました。紙シム、価格はちょっとお高めでしたが、ホームページがシンプルで分かりやすくて好感が持てましたね。ごちゃごちゃして分かりづらいホームページは本当多いですからね。なんで?ということで、いつもご視聴、高評価、コメントありがとうございます。あとチャンネル登録、メンバーシップ登録もありがとうございます。動画を作るモチベーションになっております。引き続き Wi-Fi 業界の動向を観察考察し、情報をコンパクトに楽しくまとめて、皆さんの役に立つ動画を作っていきたいと思います。今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。この動画が少しでもあなたのお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、応援してくれる方はメンバーシップ登録していただけると嬉しいです。あと Wi-Fi 情報だったり、今日のご飯だったり、最後まで見たよとだけでもコメントいただけると嬉しいので、よろしくお願いします。これはというコメントは動画内で紹介したり、動画のお題にしたりしますので、コメント職人の皆さん、腕を振るってご参加ください。あと一言別の宣伝ですが、音楽もしているので、音楽に興味がある方は URL、概要の、へどうぞ。作曲依頼も受けたまわっております。ではでは、今日もいい日になりますよ。にベイでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録2500人達成で4分の1万人だってなんとなく思ったんですけど、あれ、これ継続すれば1万人にも届くんじゃねと急に現実味を感じましたね。ちょっと前までは1000人とかすげえ遠とか、最近はチャンネル登録者数は全然意識してたりしてなかったんですけど、なんかやってると行くもんですね、コツコツ。
噛みすぎだろ。コツコツ地道にやっていきたいと思います。アンドロメダはどこにあるの？